ぶっちぎりで低コストのナスダック100投信がついに誕生しました。節約マスクのお金の話。こんにちは、カオルです。ナスダック100に投資信託で投資したいと思っている人にかなり激アツな情報です。日清アセットマネジメントから信託報酬税込み 0.2035% の投資信託が登場します。同じ指数に連動する他社のファンドと比較すると圧倒的に低コストです。ということで、この機会にナスダック100に連動する投資信託をまとめて日清ナスダック100インデックスファンドと比較していきます。結論を先に言うと、競合が現れたり対抗値下げをするところがなければ、おそらく将来的にはこのファンドの一強になるんじゃないでしょうか。こちらはナスダック100に連動する投資信託の一覧です。そもそもナスダック100が何かよくわからない人はこちらの動画を見ることをお勧めします。ファンド名が長いので表では簡略化していますけど、左から順番に iFreeNEXT ナスダック100インデックス、 NZAM ベータナスダック100インデックスファンド、ナスダック100アメリカ株式、 eMAXIS ナスダック100インデックス、 PayPay 投資ナスダック100インデックス、購入換金手数料なし日清ナスダック100インデックスファンドという名前です。運用開始日が早い方から順番に左から並べています。新しく発表された日清ナスダック100は3月31日から運用開始ということで、動画投稿時点でまだ運用は始まってはいませんけど、表には含めています。この6つはすべてナスダック100指数配当込み円ベースに連動するインデックスファンドです。ベンチマークが同じインデックスファンドなら基本的には手数料が一番安いところで買いたいですよね。投資信託への投資で投資家にかかる手数料は、販売手数料、信託財産留保額、信託報酬の3種類があります。ただ大手のネット証券での購入なら、どのファンドも販売手数料、信託財産留保額はないので、まずは信託報酬で比較をするのが基本的な考え方になります。信託報酬というのは投資信託を保有している時に発生する年間のコストです。例えば iFree を100万円分保有していたら、年間で4950円のコストが発生するイメージですね。信託報酬で比較すると、先駆者の iFree が 0.495% で一番お高く止まっていて、 NZAM はちょっと下げて 0.44%、 なぜかその後に出た日興は 0.484% で、 eMAXIS は NZAM に合わせて 0.44%、現行では一番新しい PayPay が最安値の 0.418% だったんですけど、2年ぶりくらいに満を持して誕生した日清は 0.2035% です。他社がどんぐりの背比べをしている時に全く空気を読まずにぶっちぎりの最安値を放り込んできました。日清は国内の低コストインデックスファンドの草分け的存在で、市場を破壊していくこの姿勢が私は好きです。たかだか 0.2% から 0.3% くらいの違いですけど、長期的な積み立てと値上がりで保有している資産が増えていけば、その差は大きくなっていきます。ただ実は同じ指数に連動するインデックスファンドでも信託報酬だけで判断してはいけません。実質コストを確認することも大事です。信託報酬というのは事前に発生することが確定しているコストですけど、実際に運用すると他にもコストが発生します。これは隠れコストとか言われたりするんですけど、実際に運用した後じゃないとわからないので、それぞれの投資信託の運用報告書で確認することになります。そして隠れコストも含めた実際に1年でかかったコストが実質コストなんですけど、これを比較すると単純に信託報酬が安い方がいいわけではないことがわかります。なぜなら信託報酬が一番高いはずの iFree が実質コストでは2番目に安くなっているからです。パッと見はお高く止まっているかと思いきや、話してみたらめっちゃ気さくなお嬢さんでした。ギャップ萌えですね。こうしてみると iFree と eMAXIS と、まあ、日興までは受け入れることができるかなとは思いますけど、 NZAM と PayPay は話になりません。特に PayPay は信託報酬は一番安いのに実質コストはとんでもなく高いです。一番謙虚そうに見えて実はぶっちぎりの高飛車野郎でした。ギャップ萌えですね。こういうことがあるので信託報酬だけで判断してはいけないんですね。日清の実質コストはもちろんまだわからないので、新しいファンドが出た場合、運用報告書が出るまで様子を見るというのも一つの考え方です。
ただ日清アセットマネジメントは他のファンドでの実績もありますし、信託報酬が格段に安いので実質コストも一番安くなる可能性が高いと私は考えています。騰落率は参考程度に掲載していますけど、要するに期間中の値動きのことですね。同じ指数への連動を目指しているので、全てのファンドが大体同じになるはずですけど、運用上の上振れ下振れがあったり、コストで若干差がついたりします。こうして見ると実質コストが一番安い eMAXIS が一番パフォーマンスが良くて、2番目に安い iFree が2番目にパフォーマンスが良いことがわかります。そしてファンドを選ぶ上でコスト以外でチェックしておくべきなのは純資産額です。純資産額というのはファンドの規模の大きさを表していて、投資する人が多い人気のあるファンドほど大きくなります。 iFree、日興、eMAXIS みたいにある程度の大きさがあればそんなに気にしなくてもいいんですけど、あんまり少ないともしかしたら運用中止になってしまう可能性もありますし、何より安定した運用ができずにパフォーマンスが落ちてしまう可能性もあります。そして現時点の純資産額だけではなく、直近の増減を確認することで今後純資産額が増えていきそうか確認することができます。純資産額と純資産の増減額で見るなら、日興が一番優秀で2番目が eMAXIS になります。あとは日清がどこまで人気が出るかですけど、おそらく1年もすれば純資産額の心配とかいらないファンドになるんじゃないかなと思っています。さっきも言ったように信託報酬が安い上に日清の実績があれば新規の投資を切り替える人が結構出てくると思うんですよね。コスト面と純資産額の両方で見ると現行の商品で一番おすすめなのは eMAXIS ですけど、他の商品が登場したり既存の商品の信託報酬の引き下げがない限り、将来的には多分日清一択になると思います。ナスダック100に投資する方法は投資信託だけではありません。米国 ETF の999とか国内 ETF の1545、2631、2840も魅力的な選択肢です。ただ基本的に ETF と投資信託では買い方とか売り方にも違いがあるので、そもそもそこの好みがどちらを選ぶかの基準になります。私の場合は長期で保有し続ける前提で好みの金額で買い付けたり定額積み立てしたりしたいので、基本的には投資信託の方が好みです。ただコスト面で比較すると、今までは基本的に ETF の方に優位性がありました。ちょっと投資信託と ETF はいろいろ含めて比較すると実際にどっちがお得かはかなり難しいんですけど、ただ今回設定された日清ナスダック100インデックスファンドは既存のナスダック100に連動する商品より低コストなので、 ETF も含めた全商品の中でも最適解になる可能性が高いと思います。最適解というのはコスト面だけの話で、差し値注文ができる方が便利だと思っている人はもちろん ETF が最適解になります。そして途中でも言った通り、まだ運用が始まっていないので実質コストが判明するまでは投資をしないというのももちろんありです。ただナスダック100に投資している人とか、これから投資しようと思っている人にとって大注目の商品であることは間違いありません。ナスダック100の投資業界は商品自体はたくさんあるのに、ガチで低コストな商品が全然出てきませんでした。私は eMAXIS ナスダック100インデックスが登場した時は残念という文字をサムネイルに使って紹介しています。ナスダック100の投信業界に風穴を開けてくれた日清さんは本当にいい仕事をしてくれました。褒めて使わします。そしてナスダック100に投資していない人も2024年から始まる新NISAに向けて今後も魅力的な商品が設定されてくる可能性はあるので期待しておきましょう。このチャンネルでは節約とか投資とかお金に関するお話をいろいろとしています。一緒にお勉強してくださる方は他の動画も見ていってください。最後までご視聴していただきありがとうございました。